まあいろいろ地方、まあ6公演、6カ所、まあ回ってきて、まあもう早いですね、本当に。もう最後のこの神奈川、はい、本当にまあいろんな人が、まあ友達や家族や連れてきてくれて、本当にもうちっちゃい子から、まあおばあちゃんとかもね、連れてきてくれたりする人がいるんですけど、本当にいろんな人に、まあ僕ら支えれて、まあいろんなことできて、まあまだ僕たちやってることはまだ冒険だったりするんですけど、本当にそれでも温かくみんなが見守ってくれて、本当にこういう風なライブができてですね、すごい感謝しています。ありがとうございました。僕らがですね、まあデビューしてもう4年ぐらい、丸ね4年ぐらい経ちますけど、こうやってステージに立っていることすらね、本当に今考えても不思議だなっていうかね、本当に思うんですけども、それは本当にみんなのか、おかげだし、産んでくれた本当親にも感謝したいし、今まで関わってきて、ね、来てもらった、来てくれた、関わってくれた人たちみんなに本当に感謝の気持ちっていうのは本当に、言いたいし、うん、でそういうね、僕らの感謝っていう気持ちはこういうライブで毎回表現してるんで、本当にこれからも、僕らの気持ちを受け止めて、僕らもね、みんなの気持ちを本当に、少しでもね、こう一つになってこれからもやっていきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。歌って踊って汗をかくことしか僕たちのもないんですけども、こうやってファンの皆さんや、すごいスタッフだったり、本当こういう大勢な人に支えられて、こういうライブとか俺たちが入れるんだなって本当思いますし、そうだから本当ありがとうって言いたいのが本当素直な僕の気持ちです。はい。あと、本当は今日僕宿題の提出日なんですけども、8割方終わってませんということで、頑張りたいと思います。はい。本当にこんなにね、たくさんの方が、この僕ら4人を見に来てくれてるということでね、本当にまあありえないことなんですよね。本当にまあ僕らリードとしてデビューしてですね、まあもう5年目に突入しましたけれども、もう一回言います。5年目に突入しましたけれども、まあ本当にね、まあデビュー当時、まあストリートライブから始まりまして、そっからずっとついてきてくれてるファンの皆さんだったり、また新たにね、知ってくれて、また今日こういう風にライブに来てくれて、本当にね、僕らの CD を聴いてくれたりなんかして、でまあ遊びにね、こうやって来てくれて、本当にね、みんなに支えられて、今もこういう風に活動できているわけなんですけれども、まあこんなね、みんなの本当に期待にね、もっともっと応えていけるように僕らは全身全霊、力を蓄えてですね、またね、いろんなところで活躍できるように頑張っていきたいと思いますんで、これからも本当に本当に、よろしくお願いします。本当に今日は皆さんありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、僕らとしても本当に寂しいんですけれども、はい、まあ、本当にね、みんなにですね、最後ここに来てくれたみんな本当に感謝をしているという気持ちを込めてラストを歌いますんで、最後はみんないい思い出になるようにね、一つになってみんなも一緒に歌ってくれたらすごく嬉しいです。また来年遊びに来てください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。